注目してください。ビブナンバー51、山根俊樹 from 福岡県。この人18歳なんですが、怖いもん知らず、すごいエアをパークエアから決めてきています。さあこのトヨタビッグエアでどんなエアを見せるのか。予選のファーストエア回してきた、回してきた、着地もバッチリ、すごい、いやー、これは素晴らしいエアを決めてきました。負ける気がしませんというこの山根。日本人予選トップで通過して外国人に、日本人はこんなもんじゃない、見せてやりたい、自信ありですと話していた山根。定位置決めてきました。グラブもしっかり入っています。これは高いポイントが出そうですね。福岡には一年中スノーボードができるところがあるということで、そちらで練習して、冬はニセコで練習してということで、どんどん上手くなっている18歳。松井勝志さんに話聞きますと、何がすごいって、ハートが強い、怖いもん何にもなしというライダーです。あー、笑顔が見えてますね。素晴らしい絵を見せました山根俊樹。どんなポイントが出るんでしょうか。さあ出るぞ、89、89、89、高いぞ、267ポイント、トップに躍り出ました。こちらチョコバニラボール新井ですが、山根俊樹がここでトップに立って